護衛艦加賀とアメリカ軍との自由の航行作戦での訓練の最中、黒潮潜水艦が突如として出現したそうです。後出しのような形で、政府は潜水艦が海底にいることを公表したわけです。その3日後、当時の防衛大臣小野寺氏は、18年前から南シナ海での訓練を行っていたこと、護衛艦加賀の下の海底には黒潮が任務を遂行していたこと、しかも南シナ海で極秘任務についていたことを発表しました。なぜ、今頃と考えますが、黒潮は旧型の潜水艦その旧型で、なのに南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されず、このタイミングで発表したということです。つまり抑止効果のためでしょう。ただし、ここで気になることがもう一つあります。それは、そう、旧型潜水艦が、もう一隻海中にいたのではないかということです。そう、旧型潜水艦の潜航深度は、旧型潜水艦の黒潮よりも当然ながら深く、しかし、潜航深度は、極秘扱いになっていますから1000メートルは潜れる、いや、500メートルが正という話もあります。実際には、潜航深度は、謎のまま議論されています。最新鋭の鵜、竜や闘竜などリチウムイオン電池搭載艦だったら深く潜れると思いますが、潜航深度はあまり変わらないだろうとも思います。と言っても、そう、竜型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくるでしょう。では、リチウムイオン電池を搭載した鵜竜の性能を改めて見ていきましょう。2018年10月4日に進水式を終えたばかりの鵜竜は、比較的新しい潜水艦で、本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者が完成したと言われています。鵜竜の建造費は660億円だったそうですから、この金額を見るだけで、どれほど力を入れたのかが明らかですね。さて、この鵜竜の出現は、一体、どんな意味を持っているのでしょうか？高性能な潜水艦は、自国より、むしろ、他国への脅威になり得ます。つまり、日本の周辺国、中国、北朝鮮、ロシア他にとっては、かなり目障りな驚異的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づこうとしたら、空か海を突破しなければなりません。忍者鵜竜なら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることが可能でしょう。自分たちの見えないところに潜む見えない敵。これほど恐ろしい存在はないでしょうね。ここで中国メディアが書いた鵜竜に関する記事を紹介します。10月4日、三菱重工神戸造船所で新建造潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦覇王竜、そう、竜型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦は世界で初めてリチウムイオン電池を搭載した軍用潜水艦という事実です。中国のニュースアプリ今日頭上波19日、鵜竜に関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦には利点が多いのに、なぜ中国では採用しないのかと啓発しました。これまでの、そう、竜型は鉛電池とスターリングエンジンを併用していたのですが、代わってリチウムイオン電池を搭載したことによって、水中持続力などが格段に向上したようです。日本は、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にあるが、近年、軍事拡張の傾向があり、軍備面でも存在感を示しつつあるといった内容でした。また、鵜竜が使用しているリチウムイオン電池についても説明しています。リチウムイオン電池は、電気自動車にも使用されている電池で、蓄電量は普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間をかけたくない潜水艦には効率的というわけです。充電のために浮上しなくてもいいのですから、潜航可能時間が長くなるはずです。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいというメリットもあるので、こんなにいいものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるのだという指摘もありました。中国で採用しない理由について、今日頭上波、リチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があると説明しています。確かに、
リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実です。海中で活動する潜水艦での火災は、乗員の命に関わる大事故になりますから、発火の恐れがある電池は使用しないというのは理解できます。潜水艦用リチウムイオン電池は、予算などのせいで、長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などの危険性については、以前から確認されていたとも報道されています。ということは、結局のところ、中国製のリチウムイオン電池の問題で、日本製と違って信頼性に欠けるというのが正解かもしれませんね。10月24日、中国の別のメディア海獅子覇王竜について15年進んでいると言われるが、この間には致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、今や世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することで、潜水艦は長期間、潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどのメリットが多くなります。潜水艦にとって敵に発見されないことが最重要です。潜水艦の位置を断定する方法の一つが、ソナーマンによる機体音の補足ですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは言うまでもありません。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるのです。記事は、これらのメリットを認め、中国よりも15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には、致命的な欠点があると指摘をしています。それが、過充電状態だと、リチウムイオン電池は発火する恐れがあるということです。万が一火災が起きてしまえば、いくら高性能な潜水艦だとしても、無意味と主張しています。ちなみに、中国共産党局は、インターネットニュース情報源機関のリストを交付しているそうです。インターネットを通じてニュースを配信できるのは、この機関に指定された1358のメディアのみで、これ以外から発信されたニュースを記載すると法で罰せられるのです。つまり、これ以外の報道機関は、指定されたメディアから伝載して掲載するしかないので、ニュースの独自性はどんどん失われていきます。そして、政府の意思だけを報道するということになるのでしょう。こういった、ここ数年の潮流は中国に限らないようですが、これに続けて、2013年1月には、日本航空ボーイング787型機のバッテリー発火事故についても紹介し、この問題は、その後どこまで改善されたか判明していない以上、同様の事故が起こるかどうかは、現段階では判別しがたいとも言及しています。これに関しては、2013年4月には、日本とアメリカが、ボーイング787型機の運航再開をすでに認可しているので、787型機バッテリーの安全性は確認されたと思われます。それにしても、日本は、なぜ、発火などの危険性を承知で、リチウムイオン電池を使用するのか？日本は原潜を所有できないので、巨大化する中国の軍事力に対抗するために、リスクのあるリチウムイオン電池を選択するしかないのだとまで言っています。ここまで、強気な記事を掲載しているあたりに、中国の本気を感じます。記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安ということで、横流に対する危機感を示しているようでした。リチウムイオン電池を潜水艦へ搭載するのは、世界でも初の試みですから、中国だけではなく、世界中から注目されるのは当然でしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製品の優秀さがあると思われます。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、より高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないでしょうし、もちろん追い越すこともできないでしょうね。